皆さんこんにちは、スイキサイエンスチャンネルです。今日は新しく今新商品のトップページに見慣れないマークがあるんですけど、この SSX というものをご紹介しましょうと。はい、スイキサイエンスエクスペリメントっていう取り組みを今月から始めますと、はい、いうことで、これは何かって言いますとですね、簡単に言えば試験販売プログラムです、うん。今までスイッチサイエンスというのは、まあ、継続性であったり法令遵守であったり、お客様に正確な情報を出しますであったりというようなことで、内部的には非常にこういろんなプロセスを得て発売に至るんですけれども、なかなか面白いものがあってもすぐ売りたいみたいにはならなかったという部分も正直あって、はいはい、例えば深センで高瀬が見つけてきたものをいち早く、皆様のお手元にお届けするのはどうやったらいいかということで、今回新しく取り組みを始めたと。どういう考え方で今回設計しました？ですね、基本的にこういつも売ってるものはこうその先も仕入れられるのかなとか、うん、あとは、まあ、仕入れて、まあ、仕入れたものを同じ値段で売ってもうちは儲からないので、まあ、マージンを乗っけさせていただくということをやって売っているんですけれども、それをした時に、まあ、価格が、まあ、お客さんにとってこう手に取りやすい価格になるかなとか、そういうところとかいろいろ考えて、これは仕入れられないなとか、まあ、売りに出せないなとか、そういうものがちょこちょこあったんですけれども、まあ、そういうのを、まあ、そういうところはあえて気にせず、まあ、出していきましょうというので、今回この SSX っていう取り組みを始めたというところですね。品を出したり仕入れたりするのはちょっと微妙っていうものを、そうですね、まず売ってみて考えようという感じで、例えばこれなんかは、2.13 インチの e ペーパーディスプレイなんですけど、この箱もなんか新しい、そうですね、それは今回の取り組みとは関係なく新しく作った箱です、はい、っていうのがあって、でこれなんかはその、ね、どういうアダプター基板と組み合わせてどういうふうに使えるかとか、速度はどうなのかとか、いろいろ調べなくちゃいけないので、そうですね、なかなか時間かかってたんですけど、もうこれはある程度分かった範囲でもう公開して振りましょうとかですね、はい、あとこれなんかはよくありますけど、 2.2 インチの SPI の TFT モジュールですね、よく見るやつですね、はい、あとこれは USB Type-C ハンダゴテですか、はい、これも、はい、まあ、入手しようと思えば、まあ、中国の、まあ、某サイトとかから入手できるんですけれども、まあ、やっぱりこう海外との直取引って、まあ、配送の方法の問題だったりだとか、あとはなかなか送ってこないだとか、あとは届いたものが不良だった時の交換をどうするかとか、いろいろ面倒くさいなと、そういうのを、まあ、当社で、まあ、吸収できればいいかなというところですね、はい、でこのプログラムはそういう意味でいち早く皆さんのお手元にお届けしますということで、はい、そこはいいんですが、いくつかちょっと留意いただきたい点がありまして、一つは一旦仕入れたものを売り切ってしまう考え方ですので、再入荷がいつになりますとか、お取り寄せをしますという扱いはできません、はい、というところがあります。あと一部のドキュメントに関しては英語であったり、ご自身で調べていただく GitHub を見ていただくとかいうところもあって、まあ、一部の情報はご自身でいろいろと調べていただくということもあったりします、はい、反応を皆さんからフィードバックいただいて、でこれはいけるとなったら通常品として、仕入れていくというようなことで、まあ、通常品に昇格するみたいなイメージになります。なのでまあ、試験販売っていう時にですね、この商品のページの、右肩に、まあ、こんな感じで SSX の、はい、アイコンが、はい、出ます、はい、なので、この商品に関しては試験販売だよっていうことで皆さん見ていただいて、アグレッシブな方はもうそこで買っていただいていろいろ試すのもよし、一般販売になるまでちょっと待とうかなっていうのもそれもそれでありだと思いますので、ぜひそういった形で新しい商品群も、ご覧いただければというふうに思っています、はい、というところですかね。そうですね、はいはい、では、まあ、詳しくはスイッチサイエンスエクスペリメント SSX の概要ページを作りましたので、そちらを見ていただければなと思います。では、本日はこれぐらいで、はいはい、ありがとうございました。